目をつぶって聞いてみてください。ではこういう歌を普段歌っています。Thank you.
はい、聴いていただきました。木蓮の涙です。で、本来はあの賑やかな場所なんでこういう歌ちょっとあれかなと思うんですけど、ただやはりね、そういった中でも僕と同じようにこういう桜の風景ね、見たら